藤本哲学っていうかチェーンソーマン哲学っていうか、その世代が抱えている感覚みたいなものがものすごくよく出ているシーンがあって、うん、それがね4巻なんですよ。4巻のもうほんとここの 2,3 ページが本当に名作だなとか名シーンだなと思うシーンがあるんですけど、あの例の先生と呼ばれるあの男、はい、あいつと出会うシーン、あのおっさんですよね、あのおっさん、うん、であのおっさんは先生呼んでくれると俺は気分がいいんで先生と呼べみたいなこと、ああありましたね、うん、でまあそれが最強のデビルハンターで、そのデンジと、まあ、デンジのバディやってるパワーっていう魔人の女の子の2人を鍛えるっていう話、うん、その2人とデンジとパワーが2人いるところにおっさんがやってきて質問するっていうシーンがある、ね、このおっさんがもう望月峰太郎キャラそっくりなんだけど、いやそっくりですよね、あー笑っちゃうくらい似てるんだけど、あまあいいんだけど、それはともかく先生がまずその二人に言うんだよね、仲間が死んでどう思ったって言うんだよ、で、うん、デンジは別にって言うんだよね、うん、でパワーは死んだって思ったっていうでっかい、ね、そうそうそう、そのまんまのこと言うんですよね、脊髄反射そして興味ない、これすごくないですか、仲間が死んで別にと思ったのと死んだって思ったっていうの、これそれまでのジャンプの宗教って友情努力勝利なので、うん、最初に友情でしょ、仲間主義を歌っていたのがジャンプのアンセムだったんじゃないですか、もうね冒頭でこの2人のキャラクターはジャンプ否定なんですよ、すごいよね、でその後、うん、敵に復讐したいかって聞いた先生に対して、うん、エンジが復讐とか暗くて嫌いだね、そうなんですよね、嫌だって言うんですよね、でパワーはわしもって言うんだよね、これパワーがいいキャラクターなんでね、こいつ嘘つくしね、最高なんだけど、うん、すぐ嘘つく、パワーかわいい、で最後に質問するのは先生がお前は人と悪魔どっちの味方だって聞くんだよね、エンジは俺の面倒を見てくれる方でパワーは勝ってる方って言うんだよね、うんうん、やばいんですよ、で正義も真でもないんだけど、うん、それに対して先生がお前たち100点だって言うんだよ、うん、もうね最高だって藤本ここマジ最高だったマジ最高、なんかいろいろなその憂鬱の遥か先に行っちゃってるね、これはいはいはい、これはだから新世代の生存戦略だし、犬になろうが猫になろうが生きていけばいいじゃんっていう悟りでもあるわけ、このデンジは犬が好きで犬的な人間で、パワーは猫が好き、にゃんこの話ずっとしてますよね、うんうん、猫的な人間なんですよね、で、うん、彼らは餌くれる方についていく、うん、だからっていう何が問題っていう、この開き直り革命ですよ、でこの革命はどういう革命かっていうと、うん、J を倒したんですよね、これね、だからライブからJソウルをぶっ殺しましたよね、革命ですね、おジェイソウルをぶっ殺した、ジェイソウル革命ブラザーズですねこいつは、ほー、何を言うてるんですか、ひっくり返りましたねひっくり返りましたね、2010年に革命が起こってましたね、ジャンプでね、J 倒した、確かにこれジャンプらしくないな、そういうところですよ ね、 そ う、 ですよね、そう、つまり軒並みすげえ先輩がいるジャンプに乗り込んでって全否定したんですよ、最高じゃないですか、で本人インタビューとか見てみるとめっちゃ腰低いっすよね、自分まだまだ全然なんで、もっと上手くなりたいっす、めちゃめちゃいい今の子、恐ろしいですね、これね、つまり夢を見てないから強いんですよ、俺たちは夢を見てるから弱いんですよ、悟れないんですよ、つまりこれ本当にもう永平寺で修行した禅僧みたいなところまで行ってますよ、これなるほど、北東州のお坊さんみたいなね、つまりね全部まとめて一つの時代が終わって、つまりさエモがうざいとかよく言ったじゃない最近、うんうんうん、一つのそのそういったことにうじうじしている時代が一つ終わろうとしている、もちろん同時に心を病んだりメンヘラ的な要素は常に抱えてる、どの世代も抱えてる、だからそのテーマは出てくるんだけど、アウトプットの仕方としてもう一つ、うん、諦めて前へ行くっていう、これが始まってるんだと、うん、なるとなるほど J が変わるぞっていう感じで、これはちょっと楽しいんですよ、ワクワクするんですよ、特徴としてはですね、やたらと血が出ます、そして血だけじゃないですよね、肉と骨ですよね、出ますね、うん、で死と遊んでますよね、うんうんうん、いや恐怖じゃないんですよ、遊戯なんです、うんうん、でもう何かっちゃもうバラバラなんですけど、食べられちゃったりとか容赦ないんですよ、うん、奥君が言ってたよね、あの、うん、命の値段が安い世代っていう、うん、命の値段が安いからこそ安心するっていう、そう安いからこそ安心する、でそしてまあ半分ゾンビみたいな存在である自分っていうのを認めつつ、この世が地獄だとして見てるから、地獄に落ちようが、うん、ゾンビがいようが今の世界と変わんないっていう、うん、そういう世界観なんだよねこれって、うんうん、それをどっかバイオハザードでも遊ぶみたいな感覚で見てる、なので、うんうん、あの過激な表現っていうのがどんどんインフレ化していってみんな慣れてくんだよ、うん、俺もすごくその人が死ぬとか人体欠損表現みたいなあんまり好きじゃないんだけど、うんうん、でもそれも現実の
の一部だよっていうのをエキセントリックに前の世代がやってたんだけど、もうね日常化してるっていうか当たり前になってる世代なんで、うん、これがすげえなって思って、であらゆることに関して諦めと不信感があるんでね、どうせこういうこと言って、これはあらゆるセリフで出てきますよね、うん、信じてないです、お前を信じるぜっていうのが大好きだったジャンプで、いいこと言ったら嘘つきって言われる、こう牧間さんがあのみんなのためにみたいなこと言うと嘘つきだな嘘ついたなってすぐ言われる、エモいこといいこと言った瞬間にジェッてこう消すっていうね、うん、ところがですね、なんだかんだ悟ったふりしても、はい、やつはかかってるわけだね、はい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 、本当の自分っていうもの、本当はこうしたいっていう思いはあるんですよね、うん、なので、うんうんうん、この内圧がかかって実は爆発寸前っていうのが今の世代なので、うん、その爆発寸前を一発エンジンかけて暴れていいんだぜっていう漫画、うん、で、うんうん、特に爆弾女レゼなんて完全にそうですよね、爆弾そのものですからね、うん自ら爆発させるっていうさ、うん、まあそういうところでまあ象徴させていく、すごいなと。そんなわけで生きるために感覚を麻痺させるっていう生存戦略をしている世代、そこから生まれていたりしまったら生きてはいけないんですよ、だから慣れろっていう、これは痛みに対するワクチンとしての漫画の一種ですね、あ、戦争漫画を最後に読んでれば地獄になれるんです、みんながそれを望む理由っていうのはそこにある、建設的な方向では鬼滅の刃、破滅的な方向ではチェンソーマンっていう2つのメニューを J は用意したっていうことですね。すごいな、ジャンプ、ジャンプすごい。だからこれを若手にやらせて老兵をどんどん引退させてったっていうところの英断が効いてるっていうか、もう一個ちょっと皮肉な言い方すれば、もう老兵の漫画読みたくないっていう人たちがジャンプから離れてる、あ、だからもっと若い新鮮な今の感覚っていうものすごいなと思って、もう一個すごく象徴的だなと思うのが学校ですよね、学校っていう存在に対して、うん、主人公のデンジもパワーもレゼも学校行ったことないんですよね、うんうん、でね、今までのねコンテンツって学校でこんな恋愛したかったなみたいな、そういうものも乗ってきたりとか、学校の淡い思い出みたいな、そういったもので学校って存在してたんだけど学校がない。だからもうあれですよね、霧島が部活やめて、さらにもはやもう学校もやめちゃったみたいな、うん、そう、霧島入学しなかったってよ、そう、入学さえしてないですよねそれがデンジ、ネグレクトじゃん。だからもうなんかその入学する金があればなんとかなったなんていうフェーズはとっくの昔に終わってんの、臓器売ってんだから、臓器売って生き残ってる人間に学校行けって何言ってんの、そこが面白いな。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録もいただけると嬉しいです。